はい、皆さんどうも、テントモです。ガンダムウォーズの実況となります。先ほどメンテナンスが終わりまして、ログインしてみたところ、今回はいつもみたいに、新しいガシャの新登場というね、あの画面がね出てこなかったんですけども、あのガシャという部分がねピンクになってニューって書いておりますのでね、しっかり、踏み流しは追加されておりますね。で、何やらね、今左上ね、あのバナーコロコロ変わっておりますけど、ここでフミナの他にもう一つね、フミナが万能型ピックアップガシャ、予想通りね、ね、これ支援型ピックアップガシャも来てますね。で、なんかトライオンみたいな、トライオンじゃないけどね、なんかスーパーロボットみたいな機体が登場しておりますので、まあ、そちらもちょっと見てみましょう。では、ガシャの方いきます。はい、というわけでまずは11連1回無料が来ております第4弾ですね、はい、そして注目の星4番のスーパーフミナアクシズエンジェルバージョン、ついに登場でございます。アクエンフミナ、はい。で、さらにね、この下に星4支援ガンダムアニマリゼ、あ、これはあれですね、あのツイッターで何人かの方がアニマリゼ来るかもみたいなツイートをねつぶやかれていたので、それが本当にやってきた感じですね。なるほど、こんな機体なんだ。スーパーロボットですね。かっこいい。かっこいいね。なるほどね。あ、スーパーロボットっていうか、あれか。ユーラベンか。ユーラベンをスーパーロボみたいなね、感じのカラーリングにした感じですね。ああ、いや、かっこいいね。元がユーラベンなので。いや、これ欲しいな。いや、これは、ちょっと、すぐにフミナを引きに行く予定だったんですけども、ちょっとまあちょっと比べてみないとね、もしかしたらこっちの方がぶっ壊れかもしれないので、はい、まあでもとりあえずね、今回の動画はこっちのね、フミナのチェック、フミナチェックしていこうと思います。それでは見ていきましょう。はい、予想通りの万能ピックアップガシャ、2月10日14時15分から2月17日11時までの、これは1週間ですね。あ、なるほど、1週間か。はい。で、星4なら万能機体確定。期間限定機体スーパーフミナアクシズエンジェルバージョンが新登場。11連で超越の証などが手に入る引き換え券のおまけ付き。はい。ちなみにこっちは、あ、同じですね。両方とも1週間。なるほどね。で、これは、日曜日までといった仕様になっております。では詳細見ていきます。はい。で、まあ、この辺はいつものね、丸々型ピックアップガシャの仕様と同じかなと思います。設計図3倍でスクラッチついている。で、11連1回2回3回4回でイベントポイントバッチ2345と、ついてくる引き換え券とね、一緒にね、はい。で、5から80回目も引き換え券がついてきますよと。そして、新期間限定ピックアップ機体一覧、スーパーフミナアクシズエンジェルバージョン、星4番の必殺技、量子の力、まあ、これは事前のチェック動画、ね、ブログチェック動画で確認しているので、ちょっと割愛して、詳細ステータスの方をね、見ていきましょう。はい。で、引き換え所、リポイント、スクラッチ、ですね。はい。同時開催中キャンペーン、設計図3倍、リポイント、スクラッチ開催中と、リポイントは、特に2倍とか3倍ではないです。では、提供割合見ていきましょう。フミナは 3% でしょうね。で、他が 8% かな ?10%。8% ですね。はい、グレード4 8%。で、万能型の限定機体も、ね、エース付きの限定機体も含まれております。その限定機体が 0.095 で、通常機体が 0.070%。そして、アクエンフミナ。はい、いましたね。3% でございます。はい、狙っていきましょう。いや、まあちょっとね、確認してからね、確認してから狙っていこうと思います。はい、それでは、ね、注目の数値の方、見ていきたいと思います。はい、スーパーフミナアクシズエンジェルバージョン、前衛機体ですね。
で、総戦闘力 16,658、HP 35,321、攻撃力1,666、防御力3,738、万能型、宇宙20、地上20、水中三角といった感じでございます。はい、それでは注目の数値、チェックしていきましょう。必殺技、ドドン。両親の力、はい、敵全体、瓶防御上昇解除、実弾防御上昇解除、スタン不要。味方全体、HP 回復、EN ゲージ回復。で、発生確率解除 90%、まあ予想通りですね、 100% か 90% かだったので、はい。で、発生確率スタン付与 50%、 あー違うな、なるほどね、なるほど、そううまくはいかないか、なるほど、スタン付与が 100% と思っていたんですけど、なるほど、スタンは 100% じゃないんだ、ファントムとは違うのか。スタン付与は 50% で解除が 90%。 持続時間12秒、回復量 HP 25%、 回復量 EN 40%、まあ、40% と予想はしていたんですが、 EN だけでしたね。 HP は 25%、 なるほどね、ちょっと予想よりも若干弱い感じですかね。まあでも当たり判定のないスタン付与なので、ただ 50% かというのがね、ちょっとありますね。どうかな。まあ、回復が伴っているからですかね。そうなのかな。いや、でもファントムの方が、ね、強いですね。はい。で、第一スキル、戦闘耐性。味方全体、ビームダメージ上昇、実弾ダメージ上昇、自分スタン耐性不要。発生確率 100%、上昇率 75%、持続時間16秒。あ、これは、予想より上ですね。予想は 50% もしくは 60% かなだったので 75%。 いや、これは強いですね。そしてスタン耐性も、まあ、100% 付与してくれるということで、まあこれは自分だけではあるんですが、まあ、ファントム、おそらくファントムよりも早い初手かなと思われます。そして第2スキルチェイン、ビームサーベル全体攻撃、ビーム属性チェイン攻撃、能力低下無効解除、威力1054、発生確率 90%、 上昇率 1%×1 チェイン。まあこれはだいたい予想通りですね。はい、なるほどね。そして第3スキル、ファンネルステッキ妨害、敵全体ビーム防御低下、実弾防御低下、身代わり解除、発生確率 90%、 減少率 30%、 持続時間20秒。まあこれもだいたい予想通りですね。あとはこれが何手目かですよね。おそらく2手目か3手目かなと思っているんですけど、確実にこれが初手かなと思うので、はい。そして第4スキル、ファンネルステッキ回復、味方全体 HP 回復、 EN チャージ、回復量 HP 20%、 回復量 EN 30%。 まあこれもまあほぼほぼ予想通り、まあ、両方 30% かなと思っていたんですけど、 HP はね、必殺と同様に低めですね、20、30。まあこのスキルだとやはり注目はこれですよね、身代わり解除ね、これに尽きるかなと。 90% なのでほぼほぼ解除してくれます。なのでデスサイズ、そしてジャスミン、この辺がね、あとは覚醒バンシーとかこの辺がやられちゃうといった感じですね。はい、まあこれさえあれば、まあ他はまあ当たり判定のないスタンもおまけですかね。基本的にはこれを使うことが重要になってくる機体かなと思われます。なのでまあ、スキル、まあ、当たり判定のないスタンの確率がちょっと残念だったんですけども、まあこれを見た感じは全然引きに行けるガシャですね。はい。あとはモーション見ていきましょう。はい、ビジュアルいいですね。胸が開いている。開けている。はい。で、両親の力。おー、ハート。どでかいハートをかましております。ザク1体？あ、50% だからね。なるほど。まあ、ほとんどの、ね、本来こんなにね、ザク5体で2体しかスタになるみたいなことは。あ、でもそうか、50% だからあるのか。でもまあ3体ね、大体3体ぐらいはスタンになってくれるのかなといった感じですね、おそらく。
いや、ビジュアルいいですね。しっかりジムを回復して、そして敵にね、ハートをね、投げかけていくと。いや、これは、使いたいね。羽をハートにしてる。ね、で、左手からかざしてね。なるほど。はい。非常に素晴らしいモーションかなと思います。はい。そして、第一スキル、戦闘態勢。これはまるで何もしていないようなね。さあ、行くよっていうね。うん。これ何もないですね。そして、第二スキル、ビームサーベル。ああ、全体攻撃だよね。全体攻撃のビームサーベル。もう強烈ですね。シュパッと、早い。あ、でも最初に構えるのか。構えて、シュパッとね。はい。そして、ファンネルステッキ妨害。基本的に、構えるんだね。チラッと見てきてる。なるほど。さすがフミナ。さすがフミナ、願王界のアイドル。ちゃんとね、こっちを確認して、そして、ね、敵をね、攻撃していくと。これが身代わり解除ね。なるほど。そしてデバフ。はい。いや、素晴らしいね。そしてファンネルステッキ回復。ああ、なるほどね。相手のザクの前に、ね、立ちはだかるけど、メインは、ね、味方のジムを、ね、回復だっけね。回復させるというね。ザク、動揺してるでしょうね。ね、搭乗パイロットのね、ジーンと、ね、デニムは。いやー、すごい。いや、モーションは100点満点かなと思います。はい、というわけで、まあ意外とね、早く見ていくことができたんですが、まあ、僕的評価はそんなに変わらない。まあ当たり判定のないスタンの確率がちょっとね、残念だったんですが、身代わり解除ね。身代わり解除が、まあ一番重要なので、まあ引きに行くガシャですね。ただその下のね、アニマリゼル。これがね、私気になりますということ。皆さんもね、気になっていることでしょう。はい。なので、次こちらのガシャ動画出して、ガシャのチェック動画ね、出していこうと思います。はい。なので、一旦フミナを引くのはちょっと保留で、まあダイヤもね、今230と、あと7で、ね、237フミナになるので、うまくね、調整して、フミナを引くときは、237ダイヤでね、引いていこうかなと。まあ、おそらく、時間的に明日になるかな。この次に、とりあえずアニマリゼのガシャ、チェック出していこうと思います。はい。いや、素晴らしい、グッドでございます。そして、スーパーフミナアクシズエンジェルバージョンのリツイートキャンペーンね、当選された皆様おめでとうございます。僕のフォロワーさん、見た感じ2人。2名の方がね、当たっておられました。いや、非常に嬉しいし、羨ましいですね。はい。あ、そうか、ダイヤ45ってもう届いているのかな。プレゼント全く見ていないですけど、はい、それを、取ってしまったらね、237にダイヤがね、ならないので、取らずにね、とりあえず、僕は、ね、引いていこうと思います。では、今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。